はい、こんにちは、富永です。今回はですね、過食の人がやってはいけない7か条というところで話をしていきたいと思います。ダイエットをしているとですね、無理な食事制限に、無理な食事制限のせいで、過食、反動で過食になってしまって、悩んでいる人っていうのは多いんですね。で、過食がある場合にですね、過食をしながら痩せようってする人がいるんですけど、もう過食しながら痩せるっていうのは無理です。過食、たまに食べ過ぎとかは全然いいんですけど、衝動的に、週に1回とか過食をしてしまうような状況であれば、まずは過食を落ち着けないとですね、痩せるっていうのは無理なんですね。多分考えたらわかるんですけど、過食したら、体重を増えやすいのはもちろんですけど、罪悪感とかも、感じやすいですよね。で、そういう状況で痩せていくっていうのはなかなか難しいですので、過食をですね、まず、落ち着かせるっていうことがすごく大切になります。で、過食をですね、落ち着かせるためにはですね、まずですね、やってはいけないことっていうのがあります。なので、やってはいけないことをしっかり意識して行動していくとですね、それだけで過食って落ち着いてきますので、ぜひですね、今回の話を参考にしてもらえればいいかなというふうに思います。で、今日は、7つですね、過食の人が、やるべきではない行動について話をしていきたいと思います。で、まず1つ目です。1つ目はですね、野菜の大量食いです。で、過食の人っていうのはですね、食べ過ぎてしまうことに対して罪悪感が強いんですね。で、けど、お腹がいつも空いて食べ過ぎてしまうんですよ。で、そうした時にどう考えるかっていうと、お腹を満たすためには、たくさんのものを食べないといけない。けど、お菓子とか、そういうものを食べてしまったら、太ってしまうので、そうじゃなくてヘルシーなものをいっぱい食べよう。で、お腹を膨らますって言ったらなんだと、野菜だって言って野菜を大量に食べるんですね。けどですね、過食の人って、過食の場合って原因が人それぞれいろいろあるんですけど、そうした時にですね、結構そのエネルギー不足、ダイエットによってご飯を抜いたりして、それによって体が糖分不足になって、それで過食が起こっている場合とかが多いんですね。で、そうした時に野菜を大量に食べてもエネルギーが入らない。いわゆるその過食を起こしている原因とは全然関係ないもので満たそうとしてしまっているので全然満たされないんですね。で、しかも胃が膨れてしまって、で、野菜ってすぐやっぱりこう胃の中を通り過ぎてしまうんで、すぐですね、またお腹が空いてそわそわして食べ過ぎてしまうことになります。なので、もしですね、食事制限をしていて過食が起こっているのであれば、野菜を大量に食べるのではなくて、原因をしっかり考えて、特に主食とかを抜いてるんであれば、まずは主食とかをしっかり食べてエネルギーになるものを入れてあげるっていうことが過食の原因、過食を解消するポイントになりますので、ぜひですね、過食を過食のなんていうんですかね、罪悪感を和らげるために野菜を大量に食べてお腹を膨らましてっていう行為はやめた方がいいかなというふうに思います。で、2つ目、同じようにですね、ダイエット食品によるごまかしはやめるべきだと思います。野菜と同じようにですね、いわゆるその免罪符になってしまうんですよね。低糖質だったりとか低カロリーのものだったらいいかなと思ってそれを食べてしまう。大量に食べるときは、大量に食べるときは過食する人はですね、普段我慢している、カロリーが高い、いわゆる体に良くないもの、菓子パンとかそういうものを食べるんですけど、普段からですね、食べる間食とかがどうしてもですね、ダイエット食品、低糖質低カロリーのものを選んでしまいがちです。で、そういうふうなことをやってるとですね、実はですね、過食って結構強くなりがちなんですね。さっき言ったように、体がエネルギー不足で過食を起こしている人、心理的な問題とかいろいろな問題が過食ってあるんですけど、ダイエットしてるとですね、そういうふうにエネルギー不足で過食になってしまっている人が多いんですね。そうした時に、低糖質だったり低カロリー、いわゆるダイエット食品っていうのは、エネルギー源となるものがですね、全然入ってないんですよ。なので、体にエネルギーが満たされずに、それで、なんていうんですかね、過食が収まらなくなってしまいます。で、しかもですね、ダイエット食品ってやっぱり満足感が低いので、ちょこちょこ食べてしまったりするんですね。で、本当はしかも食べたいものを我慢してるっていうものがあるので、その反動で過食は起こりやすくなりますので、間食とかをですね、いわゆるそのダイエット食品でごまかすっていうことはやめた方がいいかなというふうに思います。で、3つ目です。体重増加に対する、食事の調整をやめた方がいいです。で、過食する人っていうのはですね、基本的に、やっぱり体重に関してすごく敏感です。で、前日とかに食べて体重が増えると、次の日食事を減らしたりとか、で、特に過食した翌日とかですね、は、結構食事制限をしたりすることが多いんですけど、
お腹が空いてなければ、食べ過ぎてお腹が空いてなければ次の日軽くするっていうのは OK なんですけど、食べ過ぎて次の日体重が増えてるから食事量を調整するっていうのはやめた方がいいというふうに思います。で、1日食べ過ぎて太ってというか体重が増えたのはですね、基本的にはむくみです。食事を食べて体重が増えるのも基本的にはむくみですので、それに対して食事量をお腹が空いてるのにと思って調整したりすると、それが原因でまた悪循環、例えば過食する、次の日お腹空いてるのに食事制限する、それの限界が来てまた過食するっていう風なことで、まあ、悪循環のループに入ってしまいますので、体重に合わせて食事量を調整するっていうことはですね、基本的にはやめた方がいいかな。で、過食の人はですね、基本的にその自分の中でのその満腹感とか、満足感っていうのがあんまよく分からなくなってるんですよ。で、それをしかも体重にまた合わせて、体重の増減に合わせて食事量を調整していると、さらにどれぐらい食べていいのかとかですね、どれぐらい食べたら自分が満足できるのかっていうのが分からなくなりますので、体重に合わせて食事量を調整するっていうことはですね、やめるようにした方がいいかなというふうに思います。で、4つ目です。4つ目は寝不足を避けるっていうことです。ですね、過食の原因ってまあいろいろあるんですけど、結構ですね、まあ心理的な問題だったり、さっき言ったエネルギー源の問題、食事の問題だったりあるんですけど、ここにさらに寝不足が加わるとですね、さらに過食の頻度とかが多くなってしまいます。で、そうなるとどんどんやっぱり過食がひどくなってくるので、自分の中でやっぱり冷静な判断ができなくなってくるんですね。もうやっぱり過食は一生自分は付き合っていかないといけないんだろうかとか、そういうふうな不安が強くなって、さらに過食が強くなることになります。なので、今過食がひどい場合はですね、自分に今寝不足がないかどうかっていうことを考えて、で、その寝不足が過食を悪化させてるのじゃないかっていうことを考えて、もしその可能性があるのであれば、寝不足をまず解消してあげる。で、過食がある程度減ってきて、で、また他の問題を考えて解消していくっていうこと。まあ、寝不足がですね、本当に食欲を、増す大きな原因となって、過食の頻度を、増やしてしまう、ってることはすごく多いですので、まあ、寝不足は避けるっていうことをですね、意識してもらえるといいかなというふうに思います。で、5つ目です。5つ目は、仕事帰りのコンビニに寄ることを禁止します。過食してる人っていうのはですね、基本的に普段何か我慢してるんですよ。なので、機会があれば、きっかけがあれば、過食をする、スイッチが入ってしまいます。で、コンビニっていうのはですね、基本的に、今食べたい、コンビニってやっぱり便利な、まあ、今すぐ食べれるものを提供してるわけですよね。で、今すぐ食べたい人が買いたくなるような、配置とかですね、そういうふうなマーケティングをしてるわけですよね。まあよくわかるのは、レジのところとかに食べ物、揚げ物とかいっぱいあるじゃないですか。今すぐ食べれるようなものがすぐ置いてあって、すぐ買って食べれるようになってるじゃないですか。なので、過食の人がですね、やっぱりコンビニ、しかも仕事帰りで疲れた後って冷静な判断ができなくなってるんですよね。なので、そういう状況でコンビニに行ったら、もう完全に過食のスイッチを押してしまいますので、できるだけ、仕事帰りはコンビニに寄らない。何か買い物をしたいのであれば、せめてスーパーに寄る。スーパーはコンビニと違って、対象者、ターゲットが主婦層なので、今すぐ食べれるような状況のものを買いたくなるような配置になってないんですね。なので結構冷静に判断ができて、まあ買えるようになりますので、仕事帰りにはできるだけ、コンビニには寄らない。まあスーパーに寄るっていうことだったりとか、あとは仕事帰りに買い物に行かなくていいように、休みの日に全部買っておいておくとかですね。そういうふうな工夫をするってことが大切になります。で、7つ目ですね。過度な運動は避けるっていうことです。で、過食してる人、過食して、まあ、運動脅迫になって、食べた分を消費するために運動をめちゃくちゃやってる人が多いんですけど、運動をするとエネルギーが消費されてしまったりとか、まあ、寝不足が、悪化して、寝不足を助長したりしますよね。まあ、運動をするとはもちろんエネルギーを消費するんで、さっき言ったようなエネルギー不足状態の人っていうのは、過剰に運動しすぎると、それだけでどんどん過食って強くなってくるんですね。で、過食する、運動する、過食する、運動するっていう、この、すごい悪循環、もう、で、どんどん睡眠も短くなっていって、まあ、生活が苦しくなっていくっていうことになりますので、過度な運動は基本的にはやめるっていうことです。そこは、大切かなというふうに思ってます。で、最後、7つ目です。もうこれ一番大事。禁止食品を作らないっていうことです。これが一番大事です。ですね、過食してる人って基本的に、まあ、さっき言ったエネルギー不足とかいろいろあるんですけど、まあ、とにかくですね、これは太る、これは太らないとか言って決めて、太る食べ物を常に禁止してるんですよ。
で、人間ってのはですね、禁止にされると、どん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 食べたいっていう欲が強くなってくるような仕組みになってるんですね。で、過食の人が、これは太るからダメって禁止を作ってると、もうそれがですね、多分過食するとわかると思うんですけど、いつも禁止にしてるものを過食の時で食べてしまうんですよ。いつもこう抑圧してるから、それが反動で出てきてしまって、うわーって食べてしまうんですね。なので、普段からある程度その禁止食品っていうのをなくして、お菓子とかまあスイーツとかも食べていくっていうことがすごく大切になりますので、まあ、ぜひですね、禁止食品はなくしてもらえるといいかなというふうに思います。はい、ですね、今挙げた7つ、野菜の大量食いを避けるっていうことで、ダイエット食品によるごまかしを避けるっていうことで、体重増加による食事調整はやめるっていうことで、寝不足は避けるで、仕事帰りのコンビニもできるだけ避けるで、過度な運動は避けるで、禁食品も避けるっていうこと、この7つですね。この7つかなり難しいと思うんですけど、まあできるところからですね、やっていくだけで過食って落ち着いてくると思いますので、ぜひですね、この7つの中でできそうなものからやっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、では今回は以上になります。お疲れ様でした。チャンネル登録と、高評価押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。